番外編でーす。またまたチーカーのグッズを見つけてきたので、じゃじゃん、買ってきました。いろんなところでチーカーのグッズのね、こういった可愛いのがたくさん出てるんですけど、今回はそれを開封していきたいと思います。それでは早速開封していきましょう。まずはグミ。今回はちいかわグミ2というものを買ってきました。これにはダイカットステッカーが1枚ついてて、全16種類だそうです。なのでここにステッカーがついてます。だからこの袋自体はグミだね、中に入ってるのね。ラインナップはこちら。まあキャラクターが1匹ずついるものが基本で、多分これはね、漫画の切り抜きですかね、がステッカーになってるものが入ってるみたいです。これか、これが欲しい。まあこういう集合系でもいいかな。ちょうど多分これがこのあ、本当だ、パッケージになってるやつなのかなと思うので、この集合でもいいかな。それだな。早速今回もグミから見ていきたいと思います。さて今回は何個入ってるでしょうか。9個。しかもさ、またさ、待って、これ前回の番外編の時もそうだったよね。ちいかわ1匹しかいないじゃん。そう、あ、そうだ、そうそうそう、今回はこんな感じでした。もう1個開けちゃおう。そうしよう。じゃんじゃがじゃん。あ、いるやん。あれ、いやでも少ねえな。ちいかわがプラス2体。早速食べてみよう。ブシッ、いただきます。普通に美味しいグミということで、ステッカー開けます。こちらハサミで開けるタイプになってるので、間違って中のシールを切らないように注意をして開けてください。一つ目当たったのはこちら、シーサー。シーサーでした。あのね、ちょっとね、高級感のあるシール、テカテカしてるしガッチリしてる。だからちょっとね、あ、すごいいいよこのシール自体はね。でここにラーメン、おなじみブラックコーヒーが書いてあったりするシーサーのステッカーです。シーサーって書いてある。次開けましょう。2つ目、お願い。2つ目はこちら。ラッコです。ラッコですよ。ラッコはおなじみのスイーツとか車、あと武器とかが乗ってます。サブキャラ、主要キャラが当たらんかった。そんなことある。後でリベンジします。そうします。次はこちら、ちいかわキャラマグネッツ。こっちはアクリル製のマグネットが入ってます。これは全21種類になってます。ラインナップはこんな感じかな。この中でもシーサーとか栗まんじゅうとか当たったら、もう今日は神引きだと思ってください。逆にね、主要キャラじゃないものだからレアだよ。まあそうだね、確率で言ったらすごいことになってる。うん。この中にはアクリル製のマグネットが1つとソーダ味のガムが入ってます。早速開けていきましょう。いざ開封。じゃ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 ん。包まれてるこれは厚紙なんだけど、ここにもね、ラインナップがしっかり分かりやすいように書いてありました。いやー、楽しみー、何が当たるのでしょうか。じゃあ開けてみます。いくよ、せーの、パカ。いくよ、もう一回いきます、せーの、パカ。大当たりじゃん。じゃじゃーん、このマグネットが当たりました。これもう大当たり、すごっ。中にはこんな感じでガムが1つ入ってました。これは後で食べようと思います。そしてこちらですよ、ゴクリって書いてある。後ろのマグネットはこんな感じ、ただの真っ黒のマグネット、厚みはこんな感じ。もうこれはうちの冷蔵庫に貼りましょう。さて次は何でしょうか。最後の一つ開けていきたいと思います。ラスト開けます。いきます、3、2、1、オープン。
おうさぎや、うさぎのヤハでした。まあ私が欲しかった虹色系のやつではあるけれども、8割が良かった。後ろは一緒です。うさぎでした。うさぎでした。8割が欲しい。もう一個買ってきます。今回はこんな感じの結果でした。最初グミの方でラッコとシーサーが出た時は、いや今日やばって思った。かわいそうだろ。でもこいつそれ大当たりやばい。この子のために一回落としてきたこの子たちっていう感じかな。まあ可愛いからねいいんですけど、ステッカーとしてもすごく使いやすそうだし保存もしやすそうなので、とってもいいステッカーでした。ぜひ皆さん買ってみてください。そこら辺のドラッグストアとかに多分売ってます。この他にもいろいろなガチャガチャ回してますので、動画のチェックお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。